第2代、ダーンデー伯爵エドワード・ブライは、イギリスの貴族。初代ダーンデー伯爵、ジョン・ブライと、その妻である、第10代クリフトン・女男爵シア・デューシアの間に、長男として生まれる。ウェストミンスター・コート・ジュネーブで教育を受ける。1722年に、母から、クリフトン・男爵位を、1728年に、父から、ダーンデー伯爵位を継承した。 1737年、王立教会フェローに選出された。1742年に王太子付きの自重に、任じられ、死去までその職を務めた。初代バース伯爵の講演の下、ロバート・オール・ポールの政権に反対したホイック党員の一人でも、あった。生涯未婚で通したが、アイルランド人の人気女優ペグボ・ウォフィントンの恋人だったとされている。 フリーメイソンでもあり、イングランド主位、グランドロッチのグランドマスターを1年間務めた。ウェストミンスター大聖堂とバークスペーラゲによると、31歳で、ケントのコバムホールにて死去し、同聖堂に埋葬されている。借位は弟のジョンが継承した。ありがとうございます。